どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。本日はですね、オーダーグッズのご紹介でございます。これからですね、宮城工業カスタマイズシューズをお考えの方、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。ということで、早速ご覧ください。どうぞ。本日ご紹介するオーダーグッズはこちらでございます。こちらの靴オーダーいただきましたのは、イニシャルで言うと M 様でございます。 M 様オーダーいただきありがとうございます。まずデザインですね。 ES-01、プレーントーでございます。で、革がですね KIW-10となっておりまして、ロー引きキップのブラックでございます。革を作る工程でですね、ロー分がしっかりと入っているということもあってですね、かなりこう艶やかな感じがあるかと思います。ガラスレーザーなんかと比べるとマットな感じもあるので、通常のキップの革よりもちょっとコード版っぽいようなね雰囲気もあるかと思います。一応光ってはいるんですけども、こうなんですかね、嫌味な光じゃないという感じだと思います。裏側に関してはこちらブラックとなっております。表面のブラックに合わせまして、この裏側それから中敷きもですねブラックとなっております。刻印に関してはですね、当店のオリジナルの刻印を入れさせていただいております。そこに行きましょうかね。はい、そこはこちらタフスタッズのラバーソールとなっております。このポイントタイプは非常に人気で、削れにくくて滑りにくいという特徴があります。化粧ヒールもですね、同じこちらのポイントタイプのものが使用されます。ではサイドに行きましょうかね。リブに関してはダブル巻きをご採用いただいております。出し縫いの糸がですね360度ぐるっと縫われているというものになります。ダブル巻きにするとヒールのですねボリュームが大きくなりますので、歩行時であったりとか立っている時のですね安定感というのは増します。ウェルトに関しましてはストームウェルトをお使いいただいております。アッパーの部分に巻きつくようについているパーツがベルトなんですけども、ストームウェルトは、こちらですね、このパーツになります。横から見るとこうやって盛り上がっている部分がありますけども、アッパーと中底をつなげている重要なパーツなんです。これをですね、今回はこのストームウェルトを使って仕上げられております。かっこいいですよね。ウェルト、コバのお色に関してはこちら黒となっております。内も外も基本的にオールブラックという感じでございます。ソールにですね革以外の素材を用いた場合にはコバの形状に関しては全て平となりますので、平らな表面になります。平のいいところはですね、やっぱりこう横から見た時にしっかりと厚みが出るという特徴があります。出し縫いの糸のお色ですね、こちらコバに合わせまして糸の色も黒をお選びいただいております。で、最後が靴紐ですね。靴紐に関してはこちら黒の平紐をお選びいただきました。お店にですね来ていただいた方には口頭でご説明させていただいているんですけども、丸紐平紐でメリットデメリットあったりします。この辺ですね使った方は何となくわかるとは思いますけども、その辺も、ね、ですねまた別の動画でお届けしようかなと思います。であとですね、今回こちらのお客様左側の小指の部分にですね乗せ工をしております。微々たる厚さではありますけども1ミリの幅があることによって小指のね圧を逃がすということが可能となっております。しばらくしてくるとなんとなくこう左右でね多少差は出てきますけども、そうですね多分周りから見たらほとんどわからないかと思います。これパッと 見た目わかんないですよね。はい、
おそらく乗せ工されたご本人しかわからないと思います。ということですね、今回は素敵なプレントのオーダーグッズをご紹介させていただきました。実はですね、こちらの M 様なんですけども、当店ではですね2回目のオーダーでございまして、ウィズがですねめっちゃ細いんですよ。ウィズで言うと B ウィズとなっております。非常に細身にできております。で、本当にこちらのですね M 様の足が非常に細くてですね、筋肉量もですねそんなに多いわけではありません。ちょっと時間をかけさせていただいて、フィッティングさせていただきました。こちらの靴も、より長く履いていただければ嬉しい限りでございます。もしね、皆様が、これからオーダー靴をお考えであればですね、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ですね、今回お届けしました、M 様の靴に関しましては、ロー引きの切符の黒を使っております。はい、このロー引きの切符というのは、しっかりとクリームが入りますので、ぜひともですねお手入れの際は乳化性のクリームをしっかりとしていただいて、ブラッシングもですね、ガシガシ磨いていただければパリッとしたツヤになりますので、そこだけですね、ご注意いただければなと思います。何もせずにですね放置しておくと、中からロー分が染み出してきて、少しですねちょっとマットな感じになることもあります。その場合であっても、しっかりと表面をブラッシングしてあげればですね、ツヤが戻りますので、ブラッシングの作業を怠らずに手入れをしていただければなと思います。余談ではありますけれども、今現在ですね、引っ越しを進めております。ちょっと向こう側の内装であったりとか、一部終わってないところもあったりするので、お客様には大変ご迷惑をおかけしますけれども、ながら作業で今、店舗移転を行っております。いつもであればここにですね、棚があったんですけれども、棚はですね、今日すでに、ここのものを外しまして、新しい店舗の方に移設をしました。まだこちらの店舗でもですね、まだ移設が終わってない部材も含めて、まだまだちょっとやることがあるので、全部を一気にですね持っていくということができずに、今なんですかね、2店舗を運営してるみたいな感じになっております。まあ実際ね、僕一人なんで、いるのはねどっちかしかないんですけども、まあいずれにしましてもですね、3月の末をもって基本的には今こちらの旧店舗に関しては、クローズさせていただいて、4月の上旬からですね新しい店舗の方に移ります。もう具体的に場所なんですけども、よいしょ、正面のね建物がありますけども、おしゃれなですね、まあ、お酒も飲めて、美味しい料理も食べれて、魚バレエイトというですねお店があるんですけども、この店舗の裏になります。はい、なので直線距離でいうとどうですかね、多分 20-30m ぐらいの、距離だと思います。それぐらいの近さですので、まあ、迷われることはないと思いますけれども、もし迷われた際にはですねご一報いただければご案内させていただきます。はい、ということですね、チャンネル登録、それからグッドボタン、ネットをよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。今週も頑張りましょう。